仁とは何ぞ。仁、これは思いやる心だそうです。まさしくソーシャルアライアンスの MCP という教材があります。マスターコミュニケーションプログラム、コミュニケーション、その真髄こそがこの仁なんです。スポットライトを自分に当てるんじゃない。今当たってますよ、私はこれ喋ってますから。ここ消してそっち当てましょうか。じゃあそれはそれで面白いよね。スポットライトを自分が浴びるんじゃない、相手に当てる。相手を思う心、何のために仕事をする、相手のために、相手の成長のために。バカなこと言ってますけど、真剣に皆さんのために全力を使い尽くしますね。なんかちょっとでもいいよ、ちょっとでもいいから持ち帰ってください。わかります？一つも持ち帰れなかった人は文句言ってください。唾吐き返します。二度と来るな。めちゃくちゃです。真逆です。でも本当にね、これはね、この仕事をやってて、僕はね、もう30年少し前に桑原正盛という一人の男と出会って、そっからですね、本当に人生がバーンと変わりましたね。で、いろんなことを教えてもらった。そしてこのことも彼から教わりました。本当にね、不思議な男でね、まあ今日もちょっとその辺にいるんで、あんまり顔を合わせないように合わせる。ちょっともうなんか泣きそうになっちゃうんだよね、最近ね、50過ぎるとね。うん、なんかすごくね、なんだろう、この人をすごく感じるんだよね。僕はどっちかっていうと、こんなこと今喋ってますけども、ものすごく独りよがりで、自分は天才だとずっと小さい時から思っててね、たまたま顔がすごい良かったもんですから、今でこそちょっとね崩れてきてるけども、もう福山雅治そっくりだったんですよね。でもね、この桑原という男と出会ってね、彼とのこの人間関係かな、お互い大親友でもあり、そしてライバルでもあるんですよね。ある時一緒に暮らして、一緒にこのソーシャルアライアンスの大元になる心理学を応用したノウハウみたいなものを作り上げて、でその後も別れて、僕はまた劇団というね世界に入っていき、彼は営業をどん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 極めて世界1位までなるんですけども、で当時ね、彼が扱っていた商材ね、100万ぐらいする商材を僕もアポ取られて1回プレゼン受けたことがあるんです。だもうへりくつ大魔王だから、もう僕はもうさ、もうその時お金なかったんですよ。全然お金もないし、うまいことも言っていないし、人生どっちかっていうとどん底でね、何やってもうまくいかない。劇団は31歳で潰れるし、それまではずっと借金借金借金、劇団やればやるほど借金、子供3人も生まれてね、全くうまくいっていない。でそんな中で彼も良かれと思って、人生成功したいんだったらっつって、成功哲学の教材を売ってくれようとしたんだけども、なんかへりくつこいてね、最短で成功するには意味がない、遠回りすればするほど意味があるんだとかない。で彼もへりくつ王だから、そんなのいくらでもひっくり返せるんだけども、何かね、読み取ってくれたんだね。スッとプレゼンやめました。お金 OK、 ラーメン食いに行こうっつってね、自分が経営してるラーメン屋連れてってくれてね、でラーメン食ってね、それ以降は、その話も出なかったんですけども、なんかね、完全にこれなんか人生負けたなと思いました。その時、こいつすげえなと。なんか器がでかいんだよね。いくらでもプレゼン力でクロージングもできたし、駆け引きでやるって言わせることはできたかもしれない。でもものすごくこう、何か僕の立場だとか今の環境だとか、いろんなことをこうもう見抜いていて、スッと引く引き際みたいなもの、これは本当にね、侍の精神ですよ。武士の情けという言葉がありますよね。これもものすごく大事なことで、それがこのプログラムの始まりでもありね。相手にスポットを当てる、100対0っていうのはすごく難しいと思います。武士道はそれを解いてるんです。100ゼロを解いてるんです。己1ミリもいらないだろうと、全部相手でいいだろうと。これはなかなかできないですね。自分以外の相手に対して、周りに対して、ひいてはね、社会のためとか子供たちの未来のためとか、そういうところに心、思いを持つっていうね、これとても大事なこと。最後までご覧いただいてありがとうございます。他の動画もですね、必ずご覧ください。それではチャンネル登録よろしくお願いします。